エンパイア航空8284便着陸失敗事故は2009年1月27日に発生した航空事故である。ホートアースアライアンス空港からラボックプレストンスミス国際空港へ向かっていたエンパイア航空8284便が着陸侵入中に失速し滑走路手前に墜落した。乗員2人は軽傷で済んだが機体は 全損扱いとなった。同系機の ATR42 から320、自己機の ATR42 から320は1990年に製造された機体で、総飛行時間は28,768時間であった。その後、バーハーバー航空やコンチネンタルエクスプレス、エクスプレスジェットなどで運用され、2003年にエンパイア航空の機材になった。 機長は52歳の男性であった。総飛行時間は13,935時間で、うち12,742時間が機長としての乗務だった。また、ATR42 では2,052時間の飛行経験があり、うち1,896時間が機長としての乗務だった。副操縦士は26歳の女性であった。 総飛行時間は2109時間で ATR-42 では130時間の経験があった。メディアを再生する NTSB の作成した事故の再現映像 CST3 時21分8284便はフォートアースアライアンス空港を離陸した。ラボックプレストンスミス国際空港への着陸侵入は4時30分頃に開始された。事故当時、 ラボック国際空港付近の天候は悪く、無表が発生していた。着陸侵入中に機長がフラップが作動しないことに気づいた。この時点で8284便は滑走路 17R から1400フィートを飛行していた。チェックリストでは侵入中にフラップが故障した場合には着陸復興を行うよう記されていた。 しかし機長はこれに従う代わりに副操縦士に侵入を継続させ、自身はトラブルシューティングを行った。さらに、機長も副操縦士も待機速度の低下に気づかず、失速警報が作動した。また、待地接近警報装置も作動したが、パイロットは毎分2000フィートの降下率で侵入を続けた。17秒後、機長は、 エンジンの出力を最大まで上げたが機体は失速し、滑走道端付近に墜落した。機体は3300フィートほど滑走して停止し、火災が発生した。空港関係者は、気象条件は事故の原因ではないと述べた。上空から見た、事故現場事故機の残骸国家運輸安全委員会が事故調査を行った。フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーの 記録によれば、パイロットたちは、フラップの展開に失敗した後、着陸復興を行わずに侵入を継続していた。失速直後に、最大出力を適用することもせず、水力を上げたのは、GPWS が作動してから17秒後だった。事故後の聞き取り調査で、機長は、事故時に自身が高いストレス状態にあり、これが飛行に影響したと述べた。2011年、 NTSB は最終報告書を発行した。報告書では事故原因としてパイロットエラーを挙げた。着氷の発生した状態で安全な待機速度を維持することができず低高度で機体が失速した。また事故の要因としてが挙げられた。また事故時に機長は睡眠不足の状態だったためこれがパフォーマンスに影響した可能性も指摘された。 NTSB は事故を受けて飛行中の着氷を防止するためのものを含む9つの推奨事項を発行した。欧州航空安全機関はスティックシェーカーについて再確認し、フライトシミュレータで着氷状態の訓練を行う際の新たな規則を定めた。ありがとうございます。